こっちはガクトだった。声で分かったの。ってことはやはり逃げたのはヤマトか。追撃は私に任せて。逃がさない。まさしく猟犬だな。任せたぞ。衝撃を耐えるとは敵ながら見事だガクト。というかなぜに敵なのだ。私からヤマトを奪う、その行為だけで敵だよ。和気あいあいと囲んでいたつもりだが。男の子はプライド高いから無駄に。肝心のヤマトは猟犬が捕まえると思うけど、標的は頭が働くから騙されるかも。行くか。あ、倒れている皆さんどうしましょう。墓地で。はい。あれ、さーてヤマト、逃げるのはおしまいだよ。って、あれ、じゃーん、逃げてるのは俺でした。捕まえたか。倒れていたはずのキャップがなぜ。背や体格が似てて、バンダナって目立ちやすいアイテムが助かったぜ。すり替わっていたのさ。どういうこと。わからないのか犬。そう、簡単なこと。直江ヤマトはまさか忍びの技を使うと。いや、全然違うから。部屋で倒れてたのがヤマト。ガクトがいいおとりをしてくれたおかげだぜ。じゃあ部屋に戻らないと。相手はヤマト、おそらくはもう。荒の多い作戦だ。私だったら気配を間違えない。まだまだそうは見えないな。まあでも、そういう生きがいい射程だからこそ面白い。まゆまゆへのトークが面白かったぞ。あれ、バンダナ知ってるけど、この人もしかして。ううん、もしかしなくても、あのヤマトさん。やっぱり。でも、その、皆さんが。新人が2人も加入したし、これから先もっと面白くなるといいな。それはそれで面白い。ずっと。そうだな。
ユウマと朝だよ。おはよう。春なので攻めてみた。続けたい。惜しい。自意識過剰だよ。ねえ、今日私大人っぽい下に履いてるけど見る？ヤマトだけだよ。ヤマトにならどんなにエッチにもなれるよ。私の体何してもいいよ。ヤマトに言われたこと全部やるよ。ねえ、ちゅエンタツ事項だ。今週は第1回進路希望調査。ほら熊谷、ホームルーム中にハンバーガーを食べるな。すいません、お腹が空いてしまって。熊ちゃん、空腹がマックスになると人格変わっちまうからな。とにかく今は我慢しろ。すいた。各自連休明けに希望進路を提出してもらう。5月にはそれをもとに個別の進路指導だ。どんな夢でも自由に書くがいい。それと昨夜シート2階の一部の窓ガラスが何者かによって叩き割られていた。我が校にとっては珍しい事態だ。何か知っていることがあれば言ってくれ。伝達事項は以上とする。今週も切磋琢磨だ。いや、手早く終わってよかった。いつ暴れるかと思ってたが、ま、セーフだな。進路希望調査か。悩むな。冒険家だな。出世に生きるはくたびれるってね。俺様、梅先生の旦那って書くぜ。勇者がいるぞ。殺されるぜ。物理的にも精神的にも社会的にも。俺様年上好き。先生結婚適齢期、需要と供給。でもうまくいけばあの美人好きにできんのか。確率がゼロなんで妄想しか手は。そうやって思ってるだけなら確率はゼロだ。だがな、宝くじってのは買わなきゃ当たらねえ。こうツンとした顔がヒーヒー言うわけか。だろう、興奮してくるじゃねえか。先生、俺と夜の運動会をやりましょうとか。なるほど、競技は玉転がしか。やべ、俺トイレ行ってくる。いや、棒倒しってのもいけるぜ。騎馬戦もいいな。さあ、俺に乗って。
とか？そこまで行くと現実的でないかな。だから俺は二次元を崇拝するんだよ、兄弟。兄弟言うなっつーに。お前らそんなに興奮するなよ、みっともない。冷めすぎだ。てめえトイレで何してきた？進路希望調査ですか。就職ですね。私はまあ短大出て遊んで25くらいで男見つけてお嫁さんで幸せな家庭かな。女の子らしい幸せな夢じゃないですか。ありがとう。結婚する人に望むのは何ですか。まずイケメン、そしてお金。まとめるとイケメンでモデル体型で筋肉も割とあって身長は170センチは欲しいな。私を愛してくれて、かつ束縛もしなくて、年収は当然1000万円で、家事も得意で料理とかは全部作ってくれるの。育児もお任せ。そんな男いるわけねえだろ。うわ、びっくりした。いきなり何よ、オタ。あんたが崇拝してるアニメキャラこそ現実にはいないよ。分かってるのかしら。地球から顔を出した瞬間から承知している。だから俺はモニターの中に行くか、モニターの中から出てくるその瞬間を待っているんだよ。はあ、本格的に頭おかしいんじゃないの。近寄るなスイーツ。性病が映る。みんなわかるはずだ。こういう女は存在してはいけないと。メランコリックな世界へ帰れ。うわ、その発言も童貞臭いわね。さすがキモ男三人衆の一人。やめるんだ二人とも。同じ寺子屋で学ぶ仲間同士、喧嘩は良くない。キャラかよ。二次元ならある。ナオイヤマト、なぜ今の喧嘩笑って見ていた。それにしては後半にひどい言葉が出ていた。自分には理解しかねるわ。喧嘩ではない。意見のぶつけ合いだ。なはは、甘いわね。足元を見てみそ。結構いい鍛錬よ。クリもやってみなさいよ。遠慮しておこう。今やる理由が何一つない。イエーイ！クリの特技は敵前逃亡に決定！その挑戦、受けて立つ。空気椅子勝負かよ。その体勢で授業やるのか。うん、先に音を上げた方が負けだもん。そういう勝負なのか。しかし、これで授業も。ああ、なんか理由つけて逃げるなら止めないわよ。お前に負けるか。ワンコ対クリス、2回戦は空気椅子持続勝負だ。どちらが勝つか、ハッタハッタ。こら、賭け事ダメとこのお姉さんがあれほど。クリス、ポニーテールにかけた。クリス、ワンコ、ワンコ、クリスさん、ワンコ、
ちゃダメよ。ファイトファイト。私を励ますチカちゃんまで賭けに参加してたし。あたしらこういう性分だから。ホーム騒がしいと隣のクラスまた怒ってるのでは。いいって、ミエスのお高く泊まってる連中なんて。遅くなってしまったな。ヒデオ様は将来この国を背負って立つマスラを。忙しくて遅れても仕方ありません。それでも急げアズミよ、遅刻は遅刻だ。はい、ヒデオ様。我は英雄だからこそ下々の者の手本にならねば悠々と遅刻してはいかんのだ。到着します。カズコ殿は今週も元気だろうか。彼女を思うと胸が締め付けられるのだ、アズミ。はい、ヒデオ様。声が小さいぞ。申し訳ありません、ヒデオ様。ヒデオ様、前方に子猫が。いかがなさいます？たかが猫一匹、いと小さき存在よ。それが我の行く手を遮るとは無礼であろう。だが我は寛大なので許す。きちんと避けろよ。了解でございます、ヒデオ様。道端にいるいと小さき猫よ、我の栄光の印をその目に焼き付けるがいい。やはり肌に不純物がない子はいいな。ジュン、ジュン。なんだ。俺は今小さい女の子の写真を慈愛の目で見つめているんだが、野に咲く花を見るよ。紙芝居できた。新作完成か。おお、榊原小雪第23作目。今度はどんなんだ、見せてくれ。いやー、おいおい、今さら照れるなよ。照れたらあかんよ。うん、始まり始まり。タイトルは俺、天才くん。なんか鼻につくタイトルだな。あるところに地主がいました。彼の趣味はハワイでカジキの一本釣りです。設定まで鼻につくな。彼には子供がいました。名前はリーヤ。最近痛い名前をつける親が多いからな。リーヤ君はすごく頭がよく、あだ名も天才君です。村長さんが先物相場で失敗した時も天才君が適切なアドバイスを出し乗り切りました。おお、そいつは確かに天才君だ。村長さんが37歳の妾を作ったことが奥さんにバレても、見事奥さんをクールダウンさせました。妾の年齢がリアルだな。村長さんが妖精である男の味に目覚めた時も、自分は狙われないよう工夫しました。つうか村長さん、ろくな人間じゃないな。ここから本編。